というわけで今回はカレーうどんの元でございます。私の元はっていうね、誰も聞いてねえよみたいなね、話になりますけどもね、藤子でございます。藤子にっていう感じですね。お豆でございますね。私は黒豆はちょっとなみたいな、私は黒豆のあの味がね、みたいな感じなんですけど、まあカレーうどんならいいです。このまま温めてあったかうどんにかけるだけということで温めてきた。で、たっぷり 300g。さらに美味しく、200種類のオリジナルスパイス。ね。作ってみて。ね。スパイスがあればあるほど、あればあるほど、スパイスの味が効いて、なかなかいいですね。という感じです。ではね、この、カレーのものがいただいてみようとこう思うのですが、ちょっとかけすぎたかもしれませんが、こういうふうになっておりますね。美味しそうになってますけども、はい、ではね、いただいてみるでございます。なるほど。まあ私はカレーうどんとそばと両立しましたけども、確かになかなかな。味わいですね。で、この、確かにボリュームがあって、お肉も太くてですね、人参も野菜も大きくて、結構いける味わいです。まあ定価としては、まあスーパーによると思うんですけども、まあ178円ぐらいだったんじゃないかと思いますね。まあまあのお値段ですよ。でもまあそれでもなかなかこれだけのボリュームがあっていいですね。だいたいこういう系のねやつってね、量が少なかったりするんですよ。あの値段はね、100円以下とかもあるんだけど、78円とかね。で、手頃なんだけども、ただ具材が少ねえよっていうね、ツッコミがあったりするんですが、まあ、まあ今の時代ね、こう物価高になってきちゃったから、まあ致し方ないのかなっていうところもあるんですが、できればやっぱり、具材が多い方がいいですよね。で、これたっぷり入ってるから、なかなか良くて、で、とろりとしていて、なかなかの味わいでね。で、こう、いい味わいで、結構の味ですよ。で、この、
具材も美味しくて、確かに22種類、まあ22種って言っても一つ一つスパイシーの名前まではさすがにマニアでは何か分かんないですけども、まあ22種類もあってさらに辛いなみたいな感じがありますね。だけど確かに前回のものよりはさらに確かに美味しくなってるなという感じは満たされていて非常にいいなと思います。で、うん、このうん、スパイスの味とこのお肉の味とかが両立していて、非常にいいし、まあ肉も大きいっていうのがいいですね。でこれは牛肉ですかね、まあ使ってると、まあ別にカレーの中に入れれば牛肉だろうが豚肉だろうが何の肉、鶏肉だろうが、うん、食べられればいいわけですよ。だからそれはいいんだけど、まあ肉が大きいっていうのが一番ありがたいところかなと思います。でこう辛さが増して食べれば食べるほど増してくるし、まああったかい感じのカレーうどんっていう感じでなかなかいい味だなというふうに思いましたね。というわけでどうもありがとうございました。